新幹線本コース新幹線ホーム、タクボクの筆跡による森岡の文字森岡駅は、岩手県森岡市森岡駅前通にある、東日本旅客鉄道、IGR 岩手銀河鉄道の駅である。森岡市の中心駅。正式な線路名称上は、東北新幹線の途中駅であるが、運用上以下の列車も乗り入れる。正式な線路名称上は、以下の4路線である。 運用上は、以下の列車も当駅に乗り入れている。なお、当駅と高馬、八戸、野辺寺、青森の各駅を経由する連絡運輸が設定されている。森岡駅周辺の空中写真国土、交通省国土画像情報をもとに、作成在来線ホーム5面10線、新幹線ホーム2面4線、計7面14線を有する。在来線ホームは、 かつて優等列車が多数発着していた名残で、地上ホーム数が東北地域最多であり、かつ各ホームの有効長も長い。東北新幹線八戸平伸に伴い、0.1番線は IGR 岩手銀河鉄道に移管された。駅構内は自由通路を含めて0時4時45分の間完全閉鎖される。2階にお土産売り場、第1館及び、 岩手のアンテナショップがある。2階がコンコースとなっており、西口とは東西自由通路、三砂小道で連絡している。コンコース上に南改札、北改札、緑の窓口がある。南北緑の窓口それぞれに指定席券売機が設置されている。JR の自動券売機では IGR 岩手銀河鉄道線岩手、 沼区内駅までの片道乗車券も購入可能であるが、高間駅まで同線を経由する JR、花輪線各駅までの片道乗車券は購入できない。改札口は自動改札機が設置されており、新幹線改札口では新幹線 E チケットサービスを使用できる。2021年3月13日よりタッチで Go! 新幹線の利用が可能となるが、 当駅をまたいでの利用はできない予定である報道級。改札前には列車の運行状況をはじめとする各種情報をリアルタイムで迅速に流すプラズマディスプレイが設置されている。南側に複合待合センターと北東北観光プラザインフォメーションセンターがある。インフォメーションセンターは JR 東日本東北総合サービスに委託されている。 直営駅であり、管理駅として、東北本線の日詰駅、仙北町駅間、田沢湖線の大釜駅、赤淵駅間、山田線の上、森岡駅、仙徳駅間、花輪線の東大武家駅、谷畑駅間の各駅を管理している。かつては、大主大駅、朝日市駅も管理していたが、2016年3月25日を、もって両駅は廃止された。在来線ホーム、 編集島式ホーム4面8線を有する地上駅である。乗り場、編集花輪線列車は一部を除きは手銀が鉄道線ホームに発着する。3番線が上り本線、4番線が下り本線であるため、両線は主に貨物列車の発着、通過に割り当てられている。0から7番線から渡り線を経由して、森岡車両センターへ出入庫可能な配線と、 なっていて、車両センターまでは、IGR 上下本位線と出入湖線の三線区間となっている。従来は出入湖線も複線であったが、秋田新幹線工事に伴いた沢湖線、秋田新幹線への分岐高架橋に用地を供出した、関係で単線となった。駅区境界線を越えて、車両センター構内に入った後に出入湖線も複線になる。 8.9番線は田沢湖線用の標準機である。通常は田沢湖線普通列車のみの発着に使われるが、全国花火競技大会の開催日には、東北新幹線と直通しない、東駅始発、終着の臨時、小町が発着する。港内北側に標準機車両が待機、大泊するための留置線が、西側に屋根状の検査が可能な足場付きの線路がある。 9番線の隣にホームのない狂気線路があり、下り貨物列車の対比用で使用されている。北側で標準気線路と平面交差している。2014年2月から3月にかけて在来線中央の理解湖線橋の石膏性釣り天井について耐震性の問題から撤去工事が行われ、同年3月中旬に完了した。それと同時に、 在来線南改札口の発車表が在来線北、改札口と同じタイプの新型 LED 発車表に交換され、在来線全ホームの発車表も新型の LED 発車表に更新された。新幹線ホーム、編集島式ホーム2面4線を有する公開機である。上下手本線の二点一三番線は、ホームの建築限界が列車通過対応となっており、 軌道中心から、ホーム端までの距離が福本線の11.14、番線より3センチメートル広く作られている。定期、小町は全列車が当駅で、はやぶさとの分割、併合を行う。城下とも同じホームで分割併合を行っている。福島駅と違い、下り列車の分割は14番線、上り列車の併合は11番線で行われている。 2012年11月から12月上旬にかけて新幹線コンコースの発車案内がフルカラー LED 式に置き換えられ合わせて改札口の発車案内も同年12月11日から12日にかけて LCD ディスプレイに置き換えられたまた11番線から14番線すべてのホームに LED 式の乗車位置案内表示器が設置されているがこれらは 11番線、12番線は2007年のダイヤ改正にて、13番線、14番線は2016年の北海道新幹線開業に合わせて設置された。かつて11番線と14番線には、簡易型の乗車位置案内表示機が設置されていた。東北新幹線で17両編成が、入線可能な駅は当駅が北限である。 発車メロディは2019年11月1日より、小田和正の大丈夫が使用されている、報道7。使用期間は2021年10月31日までとなる予定である、報道7。乗り場、編集新幹線ホームには、ニューデイスキースック、森岡駅新幹線ホーム店や、ジャスター売店、弁当売店が複数設置されている。そのうち、ニューデスキースク、 森岡駅新幹線ホーム店は11.12番線の休業店舗を活用した店舗であり、2019年11月28日から12月10日の試行期間を経て、同月12月11日より本格稼働している、報道5、報道6、東端式ホーム1面2線を有する地上駅、駅舎内の北側地上1階にある、 高馬駅までの間 IGR 岩手銀河線を経由する JR 花輪線の列車も、東ホームでの発着を基本としている。他の列車と改札内で乗り換えることはできない。東改札から JR 森岡駅、北口改札口までは、約200メートル離れている。このホームは、旧 JR 一番線及び、貨物列車用の上り線を改修、解消したホームである。 直営駅で、統括駅長、助役配置。改札内外に、待合室があり、改札口及び出発窓口、自動券売機がある。自動券売機では、最長で青い森鉄道線八戸駅、八戸線座名駅、花輪線大館駅までの連絡乗車券も、購入可能である。改札外横には、ニューデイズや、駅ビル店舗がある。管理駅として、 青山駅未同駅の各駅を管理している。花輪線列車は JR 東日本盛岡運行所属の運転士、車掌が当駅を大立館を通して乗務し、社会の高間駅における両社間乗務員交代は実施しない。青い森鉄道線直通便の運転士も当駅、八の平館を IGR 運転士または青い森鉄道運転士が通して乗務し、 社会の目時駅では乗務員交代は実施しない。一部の列車は JR 線ホーム発着となり、その際は JR の改札を利用しなければならない。乗り場、編集地下1階と1階は昭和30年代の東北発の民衆駅当時から、2階は1982年の東北新幹線開業当時からの基本レイアウトであったコンコース機能を見直し、 JR 東日本のステーションルネサンス事業と森岡市のバリアフリー化、東西自由通路設置工事、駅ビルの大改装工事などの目的で駅構内の全面改良工事を行い2005年7月29日にほぼ完成した。2017年2月24日に JR 東日本と森岡ターミナルビルは当駅と駅、ビル、 フェザンのリニューアル工事に着手していることを発表した報道1。そのうち、駅、ビル、フェザンは、2017年3月17日に、第1期、同年4月28日に、第2期、同年5月下旬に、第3期のリニューアルが行われた報道1。その後、2018年8月31日に、1階、南口、1階滝の広場南側入り口、 先の広場外観に、岩手銀河のしおりの展示物が設置され、全面リニューアルされた、報道4。地下、編集旧在来線地下改札が廃止され、地下の改札内通路は改装され、森岡市の東西自由通路となった。また、それに合わせて、駅地下街、森岡ステーションデパート、パルモもリニューアルされ、運営会社の森岡ステーションビルが、 森岡ターミナルビルに吸収合併されたこともあり、店名は駅ビルのフェザンに統一された。1階、編集 IGR 岩手銀河鉄道の森岡駅のみが1階に残され、JR 駅だった部分はコンビニエンスストアや土産、軽食などのショッピングゾーンとして先行的に再整備されたほか、南側も書籍や生活雑貨などのショッピングゾーンとして、 追加整備され、駅、ビル、フェザンの一部となった。なおビュープラザ、森岡駅フロアの3階部分の JR 施設として残された。2017年3月17日には、IGR、花輪線改札がリニューアルされ、報道1、同年7月3日から9月下旬には、エントランスのリニューアル工事が行われた。報道2、2階、編集1階より、ビュープラザ、 森岡駅を除いた JR 森岡駅の機能が移転し、JR 駅機能を集約。南北とフェザン口に分かれていた新幹線、在来線の各改札と南乗り換え改札を中央部に集約し、在来線中央湖線橋を新たに建設。それまで使われていた南北の湖線橋は廃止された。廃止された南湖線橋は倉庫として使われている。 これにより改札は2階の1カ所に集約され、新幹線乗り換え改札を中心として、新幹線、在来線の改札が南北に配置されたほか、新幹線、在来線の全ホームにエスカレーター及び、車椅子対応エレベーターが設置された。なお、北口改札のエスカレーター付近は、2017年3月17日にリニューアルされた、報道1、補足、 編集リニューアル前の南北湖線橋には1981年頃に設置された反転フラップ式発車表があり、現在は運転していない新幹線開業以前からの表示が多数残っていたが、駅改良工事の進行とともに、北湖線橋側は LED 式発車表に変更され消滅し、南湖線橋側も2005年7月末をもって湖線橋の閉鎖とともに消滅した。 かつての反転フラップ式発射表、中央湖線橋開設時に在来線湖線橋の内南側は運用を終え全面閉鎖。解体予定のほか、北側は管理が盛岡市に移管されて東西自由通路に切り替わり、改札鉱石にテナントが入居した。2007年10月1日より地上2回湖線橋の東西自由通路拡幅工事が実施され、 2009年6月13日に完成。この日より、地上2階の東西自由通路は幅6メートルで、完全共用開始となった。愛称は、市民からの一般公募により、三砂小道と命名。2009年夏には以前トイレだった中2階の空間北側に1階に通じる階段が新設され、三砂小道及び JR 北改札口から、 IGR 改札口まで迂回せずに直接行けるようになった。ウェルネス白用券と日本レストランエンタープライズが販売している。主な駅弁は下記の通り。JR 東日本内の駅乗車人員ランキングでは大都市圏に比べて通勤通学利用者の絶対数が少ないためトップ100に届かないが、同社内の営業収入のランキングでは 新幹線による長距離客が多いことから、関東地方以外では、仙台駅、新潟駅に次いで毎年上位にランクインしている。かつて在来線地下改札口だった空間が地下自由通路へと改修されたため、東口と西口は直接地下道で結ばれた。2020年6月4日に JR 東日本盛岡市社と盛岡市が、 地方創生の連携に関する協定を締結した、報道11、新聞4、東西口の用地の活用に向けた検討、森岡駅と2021年度開業を目指し、森岡市が整備する森岡バスセンターが連携した、市街地の開遊性を向上させる取り組みを推進する予定である、新聞4、2020年9月24日に JR 東日本森岡市社は、 西口に JR 東日本社員寮跡地に単身者向けの賃貸マンションの建設を計画していることを発表した報道中に、入居対象は学生及び新卒社会人等で2022年春の入居開始が予定されている報道中に、詳細は森岡駅バスターミナルを参照西口バス乗り場の真下はタクシー乗り場となっている 当駅東口駅舎は長らく宅木の筆跡を写した森岡の文字以外には駅名表示がなく JR 東日本のロゴも表示されていなかったが2006年12月に通常の駅名表示が設置された。なお北側には JR 東日本、IGR 両方のロゴと森岡駅の駅名表示が2002年に取り付けられている。 文化と歴史のロマン溢れる街並みに調和した駅舎として東北の駅百選に選定された。駅前には石川卓木の花火痢が立っている。隣接するホテルメトロポリタン森岡本館ではトレインビュー宿泊プランが販売されており、上りの小町が前方のカバーを開けて自動連結器を出す場面を西側にある部屋の窓より間近に観察できる。 JR 東日本の森岡駅では、事務管理コードは211024を使用している。新幹線の停車駅は、各列車記事を参照のこと。東日本旅客鉄道東北、北海道新幹線新花巻駅森岡駅、岩手沼区内駅秋田新幹線新花巻駅、森岡駅雫石,石駅東北本線快速、浜合谷幅駅森岡駅快速、 アテルイセンボ駅森岡駅、普通線ン町駅森岡駅田沢湖線、森岡駅大釜駅山田線快速、ディアス普通森岡駅大乗森岡駅花線、森岡駅青山駅、花輪線東北本線への乗り入れは一部の上り列車のみ。IGR 岩手銀河鉄道岩手銀河鉄道線森岡駅青山駅注釈編集出展、編集報道発表資料、 編集新聞記事、編集 JR 東日本、編集新幹線 IGR 岩手銀河鉄道、編集、ありがとうございます。